おはようございます。玉那覇直哉のパイロットになろう、始まりました。この番組はパイロットになりたい、航空業界が大好き、すでにパイロットの資格を持っている、そんな方々にとって面白くて役に立つ情報をお届けします。国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古から放送しております。FM ギノワンツイキャス、それと私の玉那覇の Facebook ライブの同時配信もしております。番組終了後は YouTube にてアーカイブされます。番組へのご質問コメントは今放送中のツイキャス、 FM ギノワンのメールなどで受付しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。さてさて、今日も素敵なゲストをお招きしております。皆さんご存知の通り、7月はですね、スカイマークの佐山会長から始まり、機長の方々にお越しいただきました。その際に佐山会長とのお約束のもと、なんと今月10月は第2弾始まりました。題してスカイマークエピソード2、パイロット以外の職種の方々にお越しいただく計画です。なかなか直接お話しすることがない方々ですね。そんな貴重であり素敵なゲストは客室乗務員フライトアテンダントのお二人です。大野さんとギブさんにお越しいただきました。たくさんの質問コメントお待ちしております。それではお楽しみに。聞こえてます？はい、よろしくお願いします。振り返ると、はい、今聞こえだん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 ドキドキしてきた。だんだんドキドキしてきた。緊張感。やっぱりもあこっちでか。ちょっとスピーカー上げてあれします。あ、スピーカーがいいね。はい、よかったよかった。いいかもしれない。はいはいはい、よかった。これなんか新しい方も来てる。どこどこ。あ、ツイキャス？ツイキャスでインディーズ。本当。あ、ツイキャスこっちまた見てね。はい、またお願いしますね。で緊張が緊張の度合いが伝わってきますけども。リラックス誰も見てないと思ってリラックス。音声も全然大丈夫ですよね。で、まなみさんも音声 OK ですよね。はい、OK、今場所東京なんですよね。東京の、はい、東京の羽田空港ですよね。はい、今空港の気温ってどんぐらい？こっちめちゃめちゃ暑いんですけど。20度くらいです今日は。20度。はい、そうですね。急に肌寒くなります。そうか、そうなると北はさらに寒くて南に行くと暑くて、ね、結構体調管理って大変そうですよね。そうですね。話も多分あんまでも海道とかでした。沖縄はね、まだまだちょっと涼しくなったかな最近。後ろにはスカイマークの、あとプレゼントのご用意をね、一番最初に自己紹介などするでしょう、ね、あ、20秒、あと20秒、あと20秒。はい、ではこれからいよいよ始まります。緊張の大向きでですね、スタンバイしてますけども、全然緊張しないで、リラックスしていきましょう。じゃあ今日のゲストをご紹介いたします。大野さんとギブさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今回ですね、パイロットになろうっていう番組を始めてですね、初めてなんですよパイロット以外なので、今日ね、事前の打ち合わせで番組名変えよう、フライトアテンダントになろうって番組変えるしかないよ。ちょっとネットの情報変えるの間に合わなかったんで口頭で言います。フライトアテンダントになろうにします。そのフライトアテンダント、しかも今日は男女来ていただきました。ね、もしかしたら視聴者の方々は当然男性の方も見てると思うんですが、意外と少ないだと思うんですけども、じゃあまず大野さん自己紹介お願いいたします。はい、スカイマークフライトアテンダントをしております大野と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フライトアテンダントにもなんかランクがあると、確か1000人というのを私お聞きしてますけども。はい、
一応チーフとして飛ばせていただいてます。はい、ありがとうございます。後からいっぱい聞いていきますからね。はい、じゃあ、ギブさん自己紹介よろしくお願いします。はい、スカイマークで客室乗務員として働いております、ギブと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちなみに大野さんもギブさんも羽田ベースなんですか？はい、はい、そうです。あ、じゃあもう普段はもうずっと東京近郊で住んでいらっしゃって、羽田からあちこち飛んでいくと。そうですね、羽田を起点に、まあ、あの地方と地方を結んだりとかも全然飛んではいますが、始まりと終わりは全部羽田で。あ、ご出身は大野さんはどちらですか？あ、私は神戸です。あ、神戸。はい。ギブさんは？私は沖縄県出身です。知ってるよ。はい、まあ、実はね、あのギブさんが、まあ、スカイマークの中で今回の客室乗務員の、ご出演というところで人生をされて、ギブさんが出たときに、実はその7月に、スカイマークマンスをやったときにですね、池内さんという機長がいました。もうその方が大喜びして私のところに連絡があって、いやいやいや、ギブさんもうちっちゃい時から知ってるよという、話を言っておられてですね、ものすごく親近感を持って今日はお話をさせてください。まあ、そういった神戸沖縄から、ね、今の FA という、まあ、フライトアテンダントという職に就いたと思うんですけども、これやっぱりちっちゃい時からフライトアテンダントになりたいっていう希望があったんですか？そうですは私の場合は飛行機が好きで、飛行機に携わる仕事っていう感じで考えていて、あの時にアルバイトとかで接客がすごく好きだったので、はい、あの飛びたいなと思ったのが初めですね。なるほどなるほど。はい、ギブさんはどうですか？そうですね、私も沖縄で生まれ育ったので結構飛行機が身近にあってですね、旅行行く際は利用させていただいてたんですけれども、まあその中で私、あの小さい頃結構耳が弱くて、飛行機降りる際耳抜きができなくてですね、毎回泣いていたんですけれども、うん、そういう際にあの客室乗務員の方があのよく接してくださって、そこからまあ客室乗務員という仕事に憧れを抱いて今に至る形です。あ、なるほどね。やっぱり小さい時にその接した職業というところではね、あのよく子供さんがね、あの将来何になりたいっていう、それをじゃ夢を実現されたと思うんですけども、まあ、はい、そんな簡単な道ではないと思うんですが、結構ご苦労されたんじゃないですか、その実際になるまでの間っていうのは。会社に入るのももちろん大変でしょうけども、まずそもそも会社に入るために、大野さん男性で、その時にも男性の客室乗務員っていうのはもう普通にあるっていうのを聞いてた情報があったんですか？は、あのスカイマークにはいるということは聞いていました。あ、なるほどなるほど。はい、多分スカイマーク以外はないところも多分あるのかな、なかなか少ないですよね。今はもうあの多分どこも賛成の方はいらっしゃるかと思いますが、人数的にはまだまだ少ないんじゃないですか？そうですね、人数は少ないですね。割合からすると全体の何割とか何パーセントとかって どんなもんなんですかね。全体の割合、数で言うと男性20人女性500人とか、そんな感じです。すごい、そんなに差があるんですね。スカイマークは割と、はい、男性客室乗務員多くいらっしゃるかと思います。多い方なんですか、これでも。比率的には、はい、多いかと思います。すごいですね、その20名の中から今日は選抜してきてますよ、大野さん。代表です、代表。女性の客室乗務員が何名ですか？500ちょっと、500名の代表です。素晴らしい。あ、ごめんね、緊張させて。すごいプレッシャーを。ごめんなさい。で、そんな中で、まあ、目指すじゃないですか。で、これって私、まあ、この番組でね、パイロットっていう仕事を紹介してるので、まあ、パイロットになるんだったらこれっていうのも頭の中にも入ってるんですけども、客室乗務員となると全くその情報がないので、ちなみに
今ラジオを聞いている、まあ、見ている方々が、将来は客室乗務員になりたいと思った時にどういう条件がないとまずそもそも受けられないんですか？そうですね、まずよく言われるのが英語力とあとは身体の健康面ですねが言われるんですけれども、例えばうちの会社ですと英語力というと、まあ、TOEIC 600程度もしくは英検2級以上で、健康面に関しては心身ともに健康な方を採用条件としております。特にシフト勤務になりますので自己管理と体力かなり重要になってくるかと思います。英語力でやっぱり 体ですよね、それが前提 で、まあ、入社前にもうこの2つ もう絶それは絶対必要な部分、まあ、絶対とは言えない、英語力に関しましては、うん、伸びしろとかもありますので、アドバンテージにはなりますよ。なるほど、まあ、入社試験の時にその先ほどおっしゃったような、はい、その基準があってそれがあって、健康条件これで、まあ、入社試験っていうのが受ける。これって入社試験ってなんか 何段階かあるんですか？そうですね、弊社ですと、まあ、大学新卒の場合ですと4次試験まで確かあったかと思います。はい、4次試験までまであったかと思います。はい、今はどういう状態かわからないんですけども、最初書類審査がありまして、その後、まあ、グループ面接や個人面接で、あと身体検査も医療機関で受けていただいてという筆記試験とかもありました。はい、なるほどなるほど。じゃあそれの、まあ、対策というか勉強なされて、まあ、選抜されて晴れて合格、これ1時からその4時までってもう何ヶ月にわたって試験するんですか？そうですね、どのくらいですかね、2、3ヶ月ぐらいだと思うんですけど、うん、プレッシャーですね、プレッシャーですね。まあその中で、個人面接グループ面接、やっぱりコミュニケーション能力はやっぱり要求されるんですか？そりゃそうですよね。そうですね、何を見てるかっていうのも多分人それぞれに引っ張っていく人とか強調してっていうのも、どっちがいいって言ってるもなくっていうことなので、どういうふうにうまく円滑に回してるかとかっていうのも多分すごく見てるのではないかなと思いますが、はい、まあ、そういう中で、実際に試験をされて合格をして、まあ、晴れて入社になると思うんですけども、当然入社してすぐね、機体に行くわけじゃないので、多分パイロット70年その間に訓練っていうのがあると思うんですが、それもすいません、私本当に興味本位でどんな訓練をして一人前になって、まあ、小野さんのこの専任チーフになるのかな、その辺の過程みたいなものを聞きたいでしょ、ほら聞きたいって。もう隣はまなみさんがもう聞きたい、今日もまなみさん目がもうバチクリしてるんだもん。教えてください。はい、そうですね、私はまあ大学を卒業しまして新卒で入社したので、まあ、航空知識、業界の知識というのはゼロからスタートしたんですけれども、まあ、入社前に業界用語とあと簡単な英語のフレーズなどを覚えまして、入社後約2ヶ月間初期訓練を受けました。で、訓練の内容といたしましては、保安訓練とサービス訓練が主にありまして、そうですね、結構それが厳しくてですね、まあ、睡眠時間が 3、4 時間という日もが続くこともよくありましたし、マニュアルが700ページ以上ありまして、それを2ヶ月間で、まあ、使える知識とするためにかなり自分を追い込んで、わ、はい、訓練期間はかなり頑張りましたけれども、まあ、うん、はい、どうぞどうぞ。そうですね、まあ、泣き出す同期とかもいらっしゃるんですけれども、あ、まあ、その分みんなで協力し合って応援し合って、うん、もう同期の絆もかなり深くなりますし、うん、共感もすごくサポートしてくださるので、うん、皆さん、はい、頑張って乗り切れると思います。今厳しいですけれども、それはなんか辛そうな訓練、この話を聞いて共感、ノロマナカメの父親です物語知ってる年代は
こっちにはいないかこっちにはいないな多分見てる人分かると思うんだけど、まあ、そういう厳しい訓練をして仲間との絆で乗り越える、はい、700ページのマニュアル、はい、航空の言葉を知らない状態でそれってかなりやっぱりきついですよね。そうですね、まあ、でも皆様通る道だと思うので、かなり、まあ、受験勉強のような形で追い込んで頑張りました、はいはい、でさっき言ったサービス要員と保安要員の 両方でっていうふうにおっしゃいましたけど、まあ、実は私今日、はい、Facebook の告知でね、まあ、客室乗務員っていうのは普段我々が見ているのは平常時であれば、まあ、サービス要員っていうことでもういつもニコニコしてるんですけども、よくテレビとかね、まあ、ネットで見る訓練っていうのはもう保安要員としての、すごい声をわーっと上げてもう避難をさせるためのああいう訓練っていうのはメリハリすごくないですか。サービスだってもう徹底的にそのホスピタリティを出してやるっていうのが一方でお客様に対して命令をするわけですよね、乗務員として。はい、その辺ですよね。で訓練の時は教官もこの訓練では笑顔は一切いりませんということをおっしゃいます、はい、そうなんだ。その時点でもうこっちも緊張なってくるので、どんどんと気持ちもそういう緊急事態の気持ちになってってっていう、もう本当に本番さながらみたいな、本番は経験したことないんですが、それくらい張り詰めた空気で訓練は行っています。そりゃそうですよね。なかなかそういう事態に経験することっていうのはもちろんないんですけども、それに対処するためにしっかり準備をしていくと。まあ、私もねパイロットの資格持ってて飛んでるんですけども、その緊急状態の準備っていうのはめったに出てこないんだけど、やっぱりどれだけ準備するかによってかかってくるので、その辺は同じ、乗務員として、その緊急の準備でも、これって普段から定期的にやっぱりやるものなんですか、定期訓練っていうのは。1年に一度基準の月がそれぞれにありまして、うん、はい、1年に一度必ず受訓することになってます。これはどういう訓練、その緊急避難脱出訓練とか、なんかそういう お客さんがいない状態です、いる状態でやるんですか。あ、その時はもうモックアップと呼ばれる飛行機の模型のようなところで、そのテーマの緊急事態のテーマがありまして、それにそこからシミュレーションして、今こういう状態です、で緊急事態が起きました、どのように動きますかっていうのを、はい、それぞれが自分なりに考え、まあ、ある程度やらなければいけないことは決まってるんですけれども、それにその時々の状況に応じて必要な行動を取ることも訓練では必要なので、はい。まあ、それに対して一方サービス要員としてのこの研修だとかいうのはもう本当にカスタマーサービスとしてやると思うんですけども、その辺は大野さんはまあ、大学時代の子が好きだったからというところであるんですけども、やっぱりそれでも叩き直されたところはあるんじゃないですか。はい、そうですね、立ち振る舞いでしたりとかそういったことはやっぱり機内は狭いので、機内の動き方とかを気をつけないとぶつかってしまったりとかするので。あ、なるほど。そういうところもちょっと、はい、普通とは違うかなとは思います。通路なんか足出してる人がいますもんね、手をこう出したりとかあれを避けながらそうですね、そうなんだ。で、すいませんね客室狭いじゃないですか、通路が狭いですよね。あれって2人ってちょっと記憶いないな、客室乗務員同士がこうすれ違ってましたっけ。普通にすれ違うか、まあそのぐらいは幅あるか、はい、ありますよね多分ねカートが出ていない状況ですとすれ違うこと、はい、可能ですけども、カートがあれば無理ですね。そうですね、通るのがちょっと難しいので。あのカートね、マニアからしたらすごく興味がある代物で。あ、そうなんですか。なんかネットではすごい情報がね、なんか昔のエアラインのものが売られてるとかなんとかって言って、まあ、皆さんからしたら毎日仕事で使われてるのでうちに帰ってまで見るもんじゃないと思うんですけどもマニアの方々はなんか写真で見たことあるよ、カートが自宅に置いてあって、うん、
すごいですよね。何作っていらっしゃるんですか、ね、多分あのデリバリーじゃないですかキッチンから食堂へみたいな台所からってあ、なんかねメッセージいっぱい来てますよ。ありがとうございます。また緊張させてごめんなさいね佐藤坊さんありがとうございます。リーパーさんもありがとうございますシュンハシーさんありがとうございます。セントレアから聞いてます。全国から聞いてます。あ、ごめんなさいね、緊張させるつもりじゃないんですけどねありがとうございます。あ、ディーパーさんからね、あの今質問が来てます。カートってあるじゃないですか、この、はい、カートのストッパーってし忘れたりすることってあるんですかって。いや、厳しくそこも訓練をされていて、もうしたことはないです、はい、かなり初期訓練の時にそういう安全面は口酸っぱく、はい、そうですよね、入ってますので、はい、あれだってストッパーし忘れたらものすごい勢いで、はい、危険そのもの、狂気になりますよね、はい、ディーパーさんらしいです。あの忘れたこともないぞでも、ご安心ください。多分訓練では多分どっか失敗してるかなと、本番ではないですよねはい、ありがとうございます。はい、それと最初でちょっとあの伝え忘れたんですけども、 Facebook にも告知したように、実はスカイマークさんの方でプレゼントを今日はあのご用意していただいているということで、ちょっと見せていただけますでしょうか。ラジオのご覧の方は見えないな、ツイキャスと、YouTube、Facebook でご覧の方は見えると思うんですけども、飛行機のモデルです。すごいです、飛行機のモデルすごいです。これを、視聴者プレゼントとしてもらえると。で、それは番組の最後にキーワードをお伝えするというところなので、最後までお聞き逃しなくというところですね、もうほらこれ、飛行機出した瞬間にツイキャスすごいですよ食いついてますよ皆さんすごいですよねこれ、B リーグスカイって書いてますね。 B リーグ、はい、あのバスケットリーグ、プロバスケットリーグ、プロバスケットのリーグ、はいはいはい、沖縄ですと琉球ゴールデンキングスが、はい、所属している、ね、はい、リーグです。素晴らしい、モデルプレーも、はい、ご用意しております。素晴らしい太っ腹素晴らしいですね。あ、またあのメッセージをこれは、メールで電子、E メールで来てますね、ラジオネームいっちょんさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいてます。大野さん、ギブさん、ご出演嬉しいですありがとうございます。ありがとうございます。わーい、フライトアテンダントになろう、フライトアテンダントになろう。学校から帰ってきたらスカイマークのフライトアテンダントに憧れ目指している娘に聞かせます。嬉しいですね。嬉しいですね。一応さ、この間パイロットにさせるって話ではどうか今日は心が悪いですね二人に、質問です、私たちはフライトアテンダントの方から嬉しいお気持ちにならせていただくことが多いのですが、逆に大野さんやギブさんはお客様との間で感動されたり、嬉しいエピソードはお持ちですかっていう質問が来ています。一応さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、それ聞きたいですね。感動的なお客様からいただいた、お客様に、励まされたといったようなエピソードになってしまうんですが、私がチーフになって3回目か4回目のフライトの時に沖縄に向かってたんですが、沖縄の急の悪天候で、目的地変更に急になってしまいまして、その際にちょっとキャプテンたちの感性がすごい忙しかったので、あの情報がの客室に来たのがその鹿児島に向かうことになったんですが、鹿児島に到着する15分前とかという状況になってしまい、うん、その時にちょっとすごくあのいろんなことをやらないといけなくなって頭がいっぱいになってしまったんですけど、とりあえずお客様には説明しなきゃっていうので、うんうん、多分声も震えてたと思うんですが、うんうん、一生懸命アナウンスをして、うん、でその後結果的にはあの鹿児島からまた沖縄に再運行したんですけれども、うん、その沖縄に着いた後お客様にあの大変だったね、すごい頑張ったねっていうので
励ませていただいたときはすごくこちらも迷惑かけてるのに本当に申し訳ないと思いつつすごい感動しました。それはやはりですよ、その登場した時から大野さん の, その立ち振る舞いを見てるわけですよ。訓練なさった立ち振る舞いをしっかりとしたカスタマーサービスで、ね、まあ、状況が状況だけに、当然焦ることもある、それもちゃんと見ている中で、ちゃんとアナウンスをして、そういった対応したというところで、いい話じゃないですか。でこれ鹿児島に、はい、私ねやっぱり乗客として乗ってダイバートっていうかその目的地変更って一回も経験ないんですけども、はい、あれですか、そういった素晴らしいお客さんもいると思うんですけども、はい、逆のパターンもたまにはあるんじゃないですか、みたいな。ね、そうですね、まずアナウンスした時点で客室内からはその声がよく、やっぱり聞こえることはありますが、はい、まあ、そうやって、当然安全が第一なので、はいはい、しっかり、カナダに、鹿児島に言われて今突然メッセージがカナダで出たからすいません、取り直しできない鹿児島に行ってで、はい、例えば鹿児島に降りるじゃないですか。でもお客さんの目的地って沖縄じゃないですか、はい、それって どういうふうにしてやるんですか。もう一度給油作業をして鹿児島から那覇に飛ぶこともあれば、もう那覇区、もしその時に那覇の天候が全然もう回復しないっていうような状況であれば、そこでもうやむを得ずっていう時もあるかと思いますが、その時の状況によってですね。なるほどなるほど。私自身ないんですよね。まなみさん経験ある？あんまりないもんね。うん、それは本当に天候に左右される、飛行機なので安全第一というところで、はい、ありがとうございます。ギブさんは何かその感動的なお話ありますか？そうですね、こちらお客様とのエピソードではないんですけども、先日出演していただいた池内さん、うん、池内機長とのエピソードになるんですけれども、うん、はいはい、私がチェックアウト OJT 終わって2回目のフライトで那覇で飛行機を乗り換えする機会があったんですけれども、うん、その時にたまたま池内ファミリーに那覇空港で出くわしまして、これは完全仕様で、はい、完全に向こうは仕様だったんですけれども、はいはい、で、会社その時は別々の会社にいたので全然私の訓練状況とかも把握しておらず、もう本当に驚いた顔で、あ、もうラインアウトしたんだねっていうようなお声をいただいて、その数ヶ月後に池内さんが弊社に働くことになりまして、一緒に乗務する機会がありました。その時の、はい、感動は言葉にならないほどの感動が。あ、そうですよね。これギブさんもそうかもしれないですけども、池内さんからしてみればギブさんがちっちゃい時から知ってるわけですよね、はい、そうですね。でもう本当にこのちっちゃい時から見てる、自分の娘、池内さん確か娘さんのお友達というところで、でそうやって成長していく中、はい、訓練をしている、訓練の様子もおそらく、ね、航空業界なので分かるわけですよ。それをチェックアウトされて、はい、見たというところで、その後乗務する機会があったんですね。はい、一緒に乗務をさせていただきました。それはまた感動ですね。感動でしたね。もう友達の親友のお父さんという立場から、はい、一機長と一乗務員という形で仕事でのつな、はい、がりになりまして、じゃあブリーフィングの時も、ああなんとかさんとかじゃないですよね、その辺はポロあ、そうなんだ。例えばその今ね、お知り合いの、あと友達のお父さんっていうところですけど、はい、例えば皆さんご家族が飛行機に乗られたっていう経験はあります？私はまだないんですけど、私の乗務便でもないですね。それってなんか友人はありますが、あ、友人は、お知り合いは、はい、なるほどなるほど。いや、それはそれで面白いですよね、友人家族が乗ってきたら自分は一回乗りたいと、いや乗りたいですよ、見たいですよ、実際自分も沖縄の飛行機乗った時にその同級生が乗ってるのを見て、一生懸命仕事をしてるのを見て、どこでどのタイミングで茶化してやろうかなと思ったんですけどねはい、ありがとうございます。メッセージが来てます。実はさっきの私が突然カナダって言ったのもカナダのメッセージが来てたのでちょっとご紹介します、マミさん、マミ飯島さん、カナダから拝聴しております、2人に、ね、
カナダ、世界に見られてるんですよこれ。あ、緊張させるつもりないですけどねカナダから拝聴しております。お二人に質問です。お仕事中のお客様との思い出、あ、これさっき聞きましたね。お仕事をする中で記憶に残っているパイロットのチームプレー、パイロットとのチーム、いわゆるクルーとしてのチームプレーエピソードがあればお話をお伺いしたいです。あの、マミさんはですね、今カナダで、教官パイロットとして、まあ、将来はそのカナダのジェットパイロットとしていうそのステップなんですけども、まあ、そのマミさんからすると、まあ、将来は一緒に働くであろう客室乗務員たちのとの話を聞きたいというところでの、ご質問だと思うんですけども、クルーとしてのそのチームプレーなんかエピソードあれば。基本的にあのやっぱり扉で仕切られてもいますし、あのいうこともあるんですが、あの急にあのなんていうか上空でも万が一お客様が体調悪くなってしまった時とかは常に報告とかがして、その後救急車とか車椅子とかをお願いしますっていう時もちょっとこちらあの客室からはお願いができないので、そこで情報を渡してコックピットが地上と連絡をしてっていう時もありますし、はい、そういう時はあのコックピットの方も客室はすごく忙しいだろうから念のためあのこれも用意しておいたよとか言ってくださる時もあるので、そういった時はすごくチームプレーとしてやっていけるのかな。やっぱそうイレギュラーの時とかが多いかなっていう感じですね。なるほどなるほど。で、実際その病気の方っていうのは、まあ、私自身見たことないんですけど、やっぱりあるんですよね。日常で気分が悪くなれるとか時折いらっしゃいますね、はい、そういう時っていうのはもちろん訓練されてるので対処すると思うんです。今でどういったお客様がいらっしゃいました？ちょうど数日前にですね、大野さんと一緒に乗務をしていたんですけど、はいはい、その際あの早朝便でですね、はい、お客様通路で急に倒れられまして、あら、はい、意識が一度ない状態になりまして、まあ、そこから対応したんですけども、うん、まあ、原因としましては貧血という状況だったので、すぐ回復されて、うん、はい、無事に降りていかれたんですけれども、結構あの機内、まあ、油圧されてはいるんですけれども、地上とはかなり異なる状況になりまして、うん、大体そうですね、富士山の5合目程度、2000メートルから2500メートルぐらいの気圧と言われているので、少し地上より酸素が薄い状況になっておりますため、うん、結構急病に、そうですね、たまにあの体調急変される方いらっしゃいますし、またアルコールなども地上よりかなり回りやすいので、体調も変化しやすい状況とは言われております。なるほどね。それ知ってるのと知らないとではえらい違いだもんね。多分知らないで普通に乗ってあの、まあ、ちょっと体調が悪い状態で乗っていきなり富士山の5合目に連れて行かれるわけでしょそれは気分悪くなるね。でお酒ね、地上で飲んで、で飛行機乗っちゃうと、はい、いきなりまた富士山の5合目、それは酔、ね、いが回って大体、はい、地上の 2,3 倍酔いが回りやすいと言われております。あ、 2,3 倍酔いが回る、はい、それあの皆さんこれから飛行機乗って気をつけないといけないですね。はい、お気をつけいただいてありがとうございます。そう話する間に、はい、ね、半分過ぎちゃった。じゃあ一旦 CM に入って、その後のお話の続きと、いろんなコメントを紹介していきたいと思います。じゃあ一旦 CM お願いします。あー、マミさんびっくりしたここの画面と、メッセージの画面が真横に並んですよ、はい、なのでそこに目に入っちゃったんで鹿児島ってカナダいかんいかんいかん。いや、でもお客さんの急病って本人もそうですけども周りのお客さんもびっくりされるし、でもそれはね、あの客室乗務員の方はプロなんでそのあたり対処されると思うんですけども、これがあの、まあ、その時は事なきを得たと思うんですけども、なんだろう、どっかに行かなくちゃいけない、この急病人のためにっていう事例もあるんじゃないですか。年に数回は。あ、やっぱりあるんですね。はい、頻繁では全然ないですが、やっぱりどうしても、はい、
そうですね、私もまだその便には当たったことがないんですけれども、たまにレポートで上がってて、まあ、それを読みながら実際自分に起きた時にどういうふうに対応しようかっていうのを日々勉強しながら乗務をしております。よくほらあの、ドラマかな映画かな、まあはい、ほら、誰かお医者さんいらっしゃいませんかっていうのがよくあるんですけど、ああいうアナウンスってするんですか？本当にあの客室乗務員で手が負えなければお願いはしますね。いるんですか、はい、乗ってるのかな。自分の経験上はいました。あ、うん、いらっしゃいました、その時は。20秒CM 中もですね、あの急病人の話で盛り上がったんですけども、やっぱりすごく大切なことなので、あのもしも何かあった時にはあの機内の中にお医者様いらっしゃいませんかというと、いる時もやっぱりあるんですね。はい。ですね、あの機内の話で、私も先日、東京行く時にスカイマーク乗ったんですけども、あの機内販売、本当にサイマンさんが言う通り100円、キリのいい数字で、あれって、なんだろう、今電子決済っていろいろあるじゃないですか、はい、スイカ使ったりなんかペイペイ使ったりいろいろあるんですけども、そういうのは対応されてるんですか？あ、現金のみ。あ、現金のみ。はい。じゃあ細かいお釣りとか準備しなくちゃいけない、もう現金100円とか100円、はい、そうですね、そこチーフがそのお釣り準備金として持っていまして、あとはもう大きなお金しかない様に対応できるようなお釣りも用意して乗務してます。本当おすすめです。100円でポッと買ってだから小銭は手元に準備した方がいいです、あれはでマスクもね提供されて、もしかして今あの着用されてるマスクっていうのは？はい、はい、こちらもですよね。これ、はい、これもいただきました。ご提供いただいた、はい、これ実際私も使ったんですけども、耳が痛くならなくて、で、うん、はい、すごくいいなと思って。つけてても、ですよね。耳が痛くならず、はい。あれはいいなと思って。ここもすごくフィットが、鼻のところの針金がすごいフィットして使いやすいです。うん、はい、本当にいい取り組みだなと思ってます。ありがとうございます。でですね、これも本当私の個人的ないろんなもう疑問があるんですけども、疑問、はい、疑問、興味ですね、興味。はい、皆さんやっぱり航空会社っていうところで、バンバンいろんなところにお仕事も行くんですけども、でもそうは言っても、プライベートで自社の飛行機を使って遊びに行くっていうのもきっとあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？はい、遊んでますよね。はい、いやだってそれもね一つのメリットなんでね、客室乗務員になりたいっていう方に対しては。で、ギブさんなんか沖縄にしょっちゅう帰ってきてるんじゃないですか、はい、自社便で。はい、私は帰省の際によく利用させていただいております。ですよね。あと弾丸旅行なども、はい、あ、結構同期とそうですね。例えば北海道に弾丸旅行に行ったことがあるんですけれども、前日の夜に9時ぐらいに、うん、明日空いてると連絡が来まして、うん、そしたら便名を告げられて、うん、翌朝空港に集合して日帰りで弾丸北海道なんてのも、はい、行きましたし、結構旅行好きでフットワークが軽い方が多いので、うん、地方にご飯食べに行こうとかそういう旅行をする方もいらっしゃいますし、沖縄ですと、はい、グルメもありますし、あとはお買い物もできますので、時間が許す限りは結構、はい、今はなかなか行けないです。まあまあそうですよね。でもまあそういったチャンスがあるってことですよね。はい、それはなりたい人いますよね。で、先ほどクルートのチームコーディネーションっておっしゃった時にちょっと一つ聞こうかなと思ったのは、よくフライト前にキャビンクルーと、コックピットクルーブが集まってブリーフィングってあるじゃないですか。はい、あれは どんなことをお話しされているんですか？その日乗務するご一緒する便での天気概況とかがやっぱり主になるんですけれども、天気概況でどこどこ離陸して何分後はかなり揺れるのでいつでも座れる準備をしていただいて、お客様にもベルトをつけていただくように
設定お願いしますでしたりとか、あとは特別な配慮を必要とされるお客様の情報共有とかですね、はい、なるほど。でそれって飛行機の中でやるんですか、外で、外っていうか基本的には、あ、まあいろんな場所があるんですけれども、基本的にはキャプテンたちが、情報収集をする、ディスパッチと情報収集をしているオフィスのところでやるっていうのが基本なんですが、パターンがちょっと違うので、飛行機で合流ということもあるので、そういう時は飛行機でやります。でそうやってコックピットクルーとキャビンクルーが一緒になって、まあ、フライトするじゃないですか、はい、でそうすると1日に大体 何便ぐらい飛んでっていうシフトなんですか。日によって全然もう、あ、全然違うんだ。1本から4本まであります。そうなんですね。その時にはもう基本的なその組み合わせって一緒なんですか、パイロットと客機、キャビンクルーって。それもバラバラ、1日ご一緒の方ことは多いですが、まあ、その中で 3本飛んだうちの2本だけは一緒で、最後の1本またクルーが変わるって時もあります。なるほどなるほど、はい。まあ、お忙しい中で楽しみはしながら、エンジョイしてるような雰囲気が、実は打ち合わせの時からひしひしと伝わってきてたんですけどもやっぱりそのさっきのね、ダイバートの話もあったんですけども、特に最近、結構ニュースにも出てる、定時制すごいじゃないですか、3年連続でしたっけ1位、はいはい、おかげさまで、はい、すごいですよね、これやっぱり定時制、まあ、佐山さんの時にもねお聞きしたんですけども、やっぱり本当にもう全社員が一丸となってっていうのは、やっぱりその中で今日聞きしたいのは、フライトアテンダントとしてどういった、心がけでやられてるんですか、定時制を維持するために、ね、興味ある。まずお客様が、満席だった場合でも、皆様がご搭乗開始してから終わるまでがどうしても15分以上はかかってしまうことがあるので、うんうんうん、早めに搭乗を開始できるように時間を管理して、でご搭乗できる、ご搭乗いただける時間を長く取ろうとしているのはみんなやってるかと思いますね。なるほど、はい。まあ、おそらくその定時制もそうですけども、なんて言うんだろう、他社とやっぱり何かが違うからそうやって一番になると思うんですけども、そのスカイマークという航空会社と他の航空会社の違いっていうのは何か強みみたいなのありますか、ギムさん。そうですね、違いと言いますと、航空会社って結構地上スタッフとか整備職とか、あとランプハンドリングなどは子会社とかグループ会社が担っていることが多いんですけれども、スカイマークは全ての職種をスカイマーク一社で担っておりますので、その現場と本部とのつながりが、スピードがすごい速いなと思います。その分全員が正社員ですし、あと現場の意見がすぐ、なんていうんですかね、このサービスや業務に反映される、そういうスピードの柔軟さというのが結構違うかなと思います。なるほど、特徴的かなと、はい。まあ、確かに佐山さんが出演された回も言ってましたもんね、本当に現場の人たちの声を素早く聞き取るんだってことで、なんか毎週1回、支店長会議とかなんかそういうものでやってるみたいな、やっぱりそれがやっぱり現場で生きてるってことですよね。そうですね、うん、素晴らしい。あとは瓶と瓶の間で機内清掃をするんですが、うん、それは主に客室乗務員がやってるんですけども、ちょっと遅れてしまってる時は整備の方とかランプ担当者の方とかも積極的、たまにコックピットの方も手伝ってくれるぐらい、もう全員で、はい、全員で、すごい、はい、それは普段我々が目にすることがない部分だね。そうですね、そうか、はい、じゃあ自分たちがお客さんが出て行った後、中ではもうみんなで一丸となってバーッと片付けてでまた入ってきたお客さんいらっしゃいませって綺麗に並べられてると、あ、そういう裏があったんだ。動いております、はい、あ、素晴らしい。で今さっきねマスクの話もされたんですけども、やっぱり今の一番の関心、一番ではないんですけども、やっぱりコロナの感染、コロナウイルスの感染ってのはすごく、注目されているところなんですけども、スカイマークとしてなんか特別にこういった、コロナ感染防止対策みたいなものがあれば教えてください。はい、そうですね、まずはこの今着用しているマスクなんですけれども、客室乗務員は常時
マスクの着用をしておりまして、まあ、機内でサービス、お客様と接する際には必ず手袋をつけて接客をしております。でお客様にも皆様に安心してご同乗いただくために、あのお食事をされるとき以外は常時マスク着用にご協力をいただいております。そのマスクは、自分が持ってきてもいただけるんですよね、はい、なんか自分で用意して持ってきたら現場で、はい、はい、どうぞってさっきのマスクもらったんで。あ、そうですね、こちら、はいはいはい、ご登場いただく皆様にお配りしておりますので、いやこれね、はい、リスナーの方あの超おすすめです。本当に耳が痛びっくりするぐらい痛くならなかった、はい、かなりご好評いただいておりますので、ですよね、ありがとうございます、はい、じゃあコロナの対戦か感染防止も感染防止もしっかりやられているということで安心して乗るというところで、いいですね。あと今月その10月に、スカイマークの特集をやろうって言ったもともとの理由がですね、スカイマークが10月25日に下地線が開線するんですよ。開設するんですよね、下島空港、知ってました？下島空港に羽田から直行、神戸から直行、那覇から直行、往復すごいんですよ、すごい便利なんですよね。で、ギブさん沖縄の出身なので、宮古は行かれたことは、はい、はい、昨年プライベートで行かせていただきました。綺麗ですよね。すごい沖縄出身の自分からしても一番美しい海ですし、やっぱ周りに聞いても沖縄で一番綺麗な海は宮古島というふうにみんな口を揃えて。ですよね。ではでは、その地元出身のギブさんからですね、下島の PR をしていただきましょうか。お願いします。そうですね、まずは何といっても海の美しさなんですけれども、と言いますのもこの下地島っていうのが山や川がほとんどなく、まあ、平坦な島になっているため、あの海に土砂やが流れることがないため、あの透き通った綺麗な海があの成り立っているそうです。あと下地島空港もですね、最近去年ですかねくらいあのオープンしたばかりのすごく新しい空港なんですけれども、リゾート空港と言われておりまして、空港内もかなり整備されて綺麗な空港になっているので、ぜひ宮古島下地島行かれる際は宮古空港ではなく下地島にあの空港路線を使っていただければなと思います。下地島の空港の、ま、ターミナルすごく本当にリゾート、あれ表現すると空港っていうよりもホテル、はい、リゾートホテルってイメージですよね。そうですね、はい、もうあのというふうに伺って、はい、あれ表現の仕様表現するとなると、やっぱりなんか南国のホテルに来たみたいな。はい、リゾートホテルのリゾートホテルなんですよ。はい、そこね、ターミナルがすごいですもんね、はい、で当然あれ、はい、あの空港に降りる前っていうのはその上から見る下地の景色、これがまた綺麗なんですよね。はい、であの有名な、はい、有名な、あ、そうそう、有名なところ、あの飛行機マニアの方からはかなり有名な17エンドという、はい、あの滑走路の延長線上にある、はい、すごいあの海の絶景が見れるスポットがあるんですけれども、下地島空港はですね、その離発着時にその美しい絶景が見られるので、そこがすごいポイントだと思います。そうですよね、あれね、今でもやっぱりたくさんの人来てはいます。でこれからもっともっとたくさんの人来るんじゃないかなと思って、いや本当、はい、あのまあ我々ね、地元の沖縄って、まあ、沖縄海きれいだからは分かるんですけども、その海のきれいさに見慣れた私たちが見てもまあびっくりする海のきれいさですよね、はい、あの超お楽しみです。はい、あのすいません、ちょっと途中でねメッセージが来てるんで、あ、いっちょんさんですよ、先ほどの、ありがとうございます。ありがとうございます。小野さん、ギブさん、答えていただきありがとうございます。田村さん大丈夫ですよ、パイロットも視野に入れてますので。やはり最初から最後まで気が抜けないお仕事ですね。臨機応変にしかも瞬時に動けることもすごく最も、聞くこともすごく大事なお仕事ですね。英語の基準などもとても参考になりました。大野さんやギブさんの微笑ましいエピソードが娘にも将来訪れることをニヤニヤしながら楽しみにしております。
大野さん、ギブさん、これからも素晴らしい FA さんでお客様との楽しいエピソードを作ってくださいね。もし娘がの暁にはよろしくお願いします。今根回ししてましたね。ありがとうございます。あとですね、メッセージ来てますよ。ですね、ディーパーさんからは熊本スカイマーク熊本便をまた復活させてほしい。これはこの場ではどう答えていいのやら。まあ日本全国飛んでると思うんで、やっぱりじゃあ今熊本便が今止まってるってことですかね。そうですね、数年前に、はい、飛んではいましたが、あ、はい、飛んでます。ありがとうございます。でディーパーさん、あの空港の周りを車でドライブしたことがあるんですが、本当綺麗ですよねっていうメッセージもいただいております。ありがとうございます。その他もたくさんメッセージ来てるんですけども、ですね、最後にですね、お二方にですね、あのやっぱりこの、ラジオを聞いて、まあ、見てらっしゃる方々にとってはきっとフライトアテンダントになりたいっていう人もたくさんいらっしゃると思います。その方々に向けて、まあ、先輩として、何かアドバイスがあれば一言だけお願いします。一言じゃなくてもいいですよ、時間の許す限りどうぞ。はい、客室乗務員っていう仕事はすごく楽しくもありますが、まあ、厳しいこともあったりするの、まあ、それはどこの仕事も一緒だと思いますが、それ以上に楽しいこととか感動することがいっぱいあると思うので、はい、今ちょっとコロナの時期で採用活動とかがちょっと止まってしまっているところもありますが、諦めずに、はい、していただき、希望持っていただければいつか必ずなれると思います。はい、ありがとうございます。ギブさんからはありますか。そうですね、今採用は止まっている状況ではあるかと思うんですけれども、また絶対再開すると思いますので、そのチャンスが巡ってきたときに自分を出し切れるように今できることを全力で取り組んでいただいて、将来につなげていただきたいなと思います。すごい楽しい仕事なので、ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございます。まあ、お二人からね、楽しい仕事、まあ、そこが基本ですよね。自分が楽しい仕事でお仕事ができる、まあ、それに対して大変なことも、まあ、訓練もいろいろあると思うんですけども、それはやっぱりその最初の、ね、楽しいからやりたいから乗りたいからっていうところがあるので、クリアできるところじゃないのかなと思いました。で当然これ今採用がストップされてるっていうふうにおっしゃいましたけど、もちろん、コロナの、ね、状況次第ではあるんですが、やっぱりそれは、我々ねみんなが飛行機に乗らないと会社としては、当然大変なはずなので、コロナ感染対策もしながら、あとは、できる範囲で飛行機に乗って、ね、自分たちからそうやって機会を作っていく、待つだけじゃなくて、まあ、それも一つの方法なのかなというふうに思いました。実はこの番組、始まる前にですね、Facebook 実は投稿を見てたんですけど、アメリカで、ある客室乗務員が、アメリカの場合ってフォローって言って、実際一時解雇的なものがあるんですけども、その方が、機内アナウンスで、実は今日が、一時帰宅の前の最後のフライトですと、すごく、楽しかったですと、ただいつか絶対戻ってきますと、で戻ってくるためには皆さんの力も必要なんですということをすごく感動的に、話してたのを覚えています。なのでね、皆さんのような、ね、素晴らしい客室乗務員がたくさんいらっしゃると思います。でなりたい方もたくさんいらっしゃると思います。まあ、そうやって航空業界を本当に盛り上げるためには我々もね、ぜひ、頑張って、コロナ感染防止も含めながら、しっかり飛行機に乗って航空業界を盛り上げていきたいと思います。本当に貴重な、お時間とお話、なかなか客室乗務員とこうやっておしゃべりすることなんて普通ないですよね。機内でしゃべるとね、一言二言で終わっちゃうので、今日は本当に貴重な、60分間ありがとうございました。ありがとうございました。機内で、大野さん、ギブさん見た時にはラジオ見たよって言って、ね、一言声をかけていただければ名前とかしてるんですよね、きっとネームプレートで、はい、名札をしておりますありますよね、はい、ぜひ声かけていただきたいと思います。本当に今日はお時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、玉の花上のパイロットになろう。この番組は国内初の、日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りしました。また来週どうもありがとうございました。さようなら。
出た出た出た。あ、これ。ねえ。ああ、後ろに。最後に、もうじゃあ、もうせっかくなら3名出てください。今、ラジオもう、放送わってる。はい、あ、でも一応まだ。あ、大丈夫。まだ。今泉さん、あの、あれですよ、あの、ツイキャスまだ流れてるんで。ツイキャスまだ流れてる。あ大事だ。まだ流れてる、はい。最後のキーワード忘れてました。お願いします。せーの、し。危なかった。キーワードはし。キーワードはしです。皆さん覚えておいてくださいね。ありがとうございました。いや、僕の方が緊張してました。ありがとうございました。ありがとうございます。やば。よかったですね。よかったよかった。やがてキーワードが変更になるところだった。じゃあまり。ありがとうございました。一回じゃあこれで、放送切って、またちょっとご連絡しますね。ありがとうございます。すごい。でもやっぱ臨機応変に。ね。